皆様こんにちは。フルート&ミュージカル創作者の斉藤舞香です。はい、こちらは本番が終わった後のクリエイトセンターホールです。反響板がね、こういう風に上に上がってますよね。おやすみなさいの定位置はね、こんな感じで上に上がっている状態なんですよ。皆様は多分ね、あのコンサートに来られて反響板が降りた状態のね、舞台しかあまり見ることがないかなと思ったので、面白いかなと思ってくるっとね、動画撮ってまいりました。演者の皆さんには見慣れた風景なんですけども、お客様としては、あ、こんなとこ曲がったんだっていうことにね、気づかれた方もおられるんじゃないかなと思います。こちらは名古屋から駆けつけてくれたコオロギというね、メーカーの、マリンバです。でこちらは打ち上げのね、美味しそうなご飯たちです。ホワイトアスパラガス最高に美味しかったです。こちらはね、あの蜂の巣みたいなやつのね、煮込み料理ですね。でこのフリッターみたいなやつもね、美味しかったですね。あのやっぱりチーズが上手にね、使ってあって、でどのお料理も美味しかったんですけども、特にこのパスタ、春菊と桜鯛のパスタなんですけども、めっちゃ美味しくて、あのみんな2回目おかわりしちゃいました。なんかね、パスタも美味しいんだけども、全体のバランスがすごく良かったです。で最後デザートにコーヒーとクリームブリュレ、このブリュレも最高に美味しかったです。でこちらはね、お母様から、はい、いただいたサーターアータギ、めっちゃこれ美味しかったです。去年も美味しかったです。いつもありがとうございます。で、今日はね、いただいたお豆を使って、昨日のパスタに触発されてパスタ作ってみました。大変美味しゅうございました。はい、ということで明日も頑張ります。それではまたね。